ソウル中央地裁で午前10時から開かれた初公判には被告が出廷する義務はなく、パク被告は姿を見せませんでした。パク被告は親友のチェ・スンシル被告と共謀し、サムスングループや韓国ロッテグループなどから巨額の賄賂を受け取った罪など18の罪に問われています。初公判でパク被告側は全ての起訴内容について否認し、争う構えを見せました。パク被告の弁護士は、検察が提出した12万ページ以上の証拠書類のコピーが終われば起訴内容についての意見を提出すると述べました。裁判の争点はチェ被告との共謀関係で、パク被告が出廷する予定の今月23日に事件発覚後初めて2人が法廷で対面します。